太郎です。今日もご視聴いただきありがとうございます。11月に入って冬のようなね寒さの日も増えてきましたけども、ちょうどね皆さん着るものを何着ようか迷う時期じゃないでしょうか。そういった時にね便利なのがこちらのね並んでるバブア、本当今ぐらいの時期から重宝するジャケットでして、話に聞くと去年一昨年に比べてもねバブアをね購入しようかなという方が増えてるというね話も聞くので、まあ、そういったねタイミングでこの2つを使ってですねコーディネート集をやってみたいなと思っています。まあ、僕もねバブア着始めてからビレールの方はねもう11、8年着てるんですけども、あんまりコーディネートをねどうやってしようかな深くで考えては来なかったんですけど、まあ、せっかくですねショート丈のねトランスポートと普通のジャケット丈のビレール2つ所有してますので、まあ、この2つを使ってですねコーディネートをねいろいろと組んでみたいなと思いまして、今回動画を回しています。まあ、それぞれのね、レビュー動画の時もコーディネートをねそれぞれ作ってはいるんですけども、またねその時とは違って今年の気分でですね違った感じでコーディネートがそれぞれ作れたらなと思っていますので、バブア購入しようかどうか迷っている方ですとか、購入したけどコーディネートいつも同じような感じになっちゃうなっていう方にですね、何か今回の動画が参考になれたらと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。1コーデ目はですね、ビジネスカジュアルでバブアを使ったらというねイメージでコーディネートを作ってみました。中にですねこういうテーラードジャケット、ジョンブルのものになるんですけども、テーラードジャケットを着ていて、インナーはボタンダウンのシャツになりますね。そしてパンツはユニクロのタックワイドパンツを履いていまして、シューズの方は GH バスのデッキシューズに合わせています。僕自身はこういうビジネスカジュアルってあんまりする機会ないんですけども、見てる方の中にはねビジネスカジュアルをねしてる方も多いと思うんですよね。まあ、ロンドンとかイギリスでですねバブアを着てる人を見ると、こうスーツのねセットアップでビデールを着たりですとかしてる方も目にするので、まあ、そんなイメージで今回はコーデを作ってみました。ビデールのいいところは丈がね少し長いので、インナーにこういうテーラードジャケットですとかを着てもですね収まるということですね。僕のこのビレールはねちょっとこうジャストサイズで選びすぎてるんで、中にねジャケットを着れないかなと思ったんですけど、意外とねやっぱ長さがあるんでインナーのジャケットはね覗かずに中にねジャケットを着ることができました。そういうコーディネートができるのもビレールのいいところかなと思います。普段ねオンもオフもバブアを使いたいっていう方の中にはですねこういう方をする方もいるんじゃないかなと思って作ったコーデになります。はい、ということでこちらが1コーデ目になります。2コーデ目になります。今回は全体的に細身のバランスを作ってみようかなと思ってコーディネートしてみました。最近ね太いパンツでコーディネートを組むことがね、ほとんどなんですけども、男性の中にはスリムとかスキニーとかそういうバランスでねバブアを着たいっていう方もいるかなと思って、今回パンツをね細身にしてビデールを合わせてみました。僕のねビデールは少し細めのものになるので、こういうねスキニーパンツとか合うかなと思ってあえて黒のねスキニーパンツにしています。まずねコーディネート全体は黒の中にブラウンだけ差し込むというイメージでコーディネートを作っています。インナーの方なんですけどニットブランドのジムの、総柄ニットを使っていまして、無地でもいいんですけどこれで無地だとちょっと単調すぎるなと思ってあえてね今回は柄をチョイスしました。でパンツの方がユニクロのねスキニー、今ね僕もスキニーほとんど履かないんですけど、なんか久しぶりに履いたら細すぎてねちょっと照れくさいんですけども、まあ、たまにはこういう緊張感大事かなと思いますね。全体的に細めに見せるんですけども、どうしてもこのトップスのビレールが全体が細い中にこれを着ると、ボリュームが出るので、そのボリュームに合わせて靴の方をね少しボリュームのあるパラブーツの、シャンボードを合わせて少しボリュームを作ってみました。アウターと靴でボリュームを作って、あとは全体的に細めでまとめるという感じにすると、このコーディネートに限らずなんですけども、バランスが取りやすいかなと思います。まあ、ビレールはカジュアルでもビジネスでもいけるデザインかなとは思うんですけども、まあ、ちょうどその中間の綺麗なカジュアルというか、まあ、細身のスッキリカジュアルという使い方で使うのも、面白いんじゃないかなと思ってこういうコーディネートにしています。はい、というわけでこちらが2コーデ目になります。
3つ目のコーディネートはですね、まずアウターがババアのビデール、そしてインナーはですねチャンピオンの古着を合わせています。リバースイブですね。はい。でこれもね無地だとちょっと物足んなかったんでアーチロゴが入ってるものをあえて選んでみました。でパンツの方がですね、リーバイスの、これもね古着になるんですけど古着の501の66の後期ですかねになりますね。足元はですねレッドウィングの8165のカスタムブーツになります。で帽子の方がですね今回はマイティシャインではなくてニューヨークハットのキャスケットをですね後ろかぶりにしてベレーのようにかぶっています。そしてメガネの方はジュリアスタートオプティカルの AR になります。1コーデ目2コーデ目のビデールのコーデと違うのはかなりラフなコーディネートになるんですけども、まあ僕のねビデールは17、8年着てるものになるのでだいぶねこうヨレ感ですねが出てきているので、まあ、古着と合わせてもね何の違和感もなく全体的にボロい感じのねコーディネートをあえて作ってみました。キレイめからカジュアルまで、ね、幅広くね雰囲気に対応してくれるのがこのビデールのね良さかなと思うので、僕はねどちらかというとこっち系のカジュアルなコーディネートの方が多いんですけども、まあ、割とねこういう着方古着なんかと絡めてもまた収まりがいいので古着をよくコーディネートで使う方にもおすすめのジャケットになります。はい、というわけでこちらがコーディネート3つ目になります。はい、ここからはですねジャケットをトランスポートに変えてショートだけのジャケットでコーディネートすることにします。トランスポートの1コーデ目はですねまずインナーはカナダ製なんですけどもノンジムマスターの木のねスウェットを使っています。これだけだと寂しいのでもうインナーはですね無印のバンドカラーシャツを合わせています。そしてパンツの方がですねシュガーケンのオバッシュストライプのエンジニアワークパンツとブーツの方がレッドウィングのエンジニアブーツPT91 ですねを合わせています。オバッシュストライプのワークパンツを合わせている時点でアメカジ寄りの、ね、コーデになりがちなんですけども、まあ、そこはねちょっと雰囲気の柔らかいスウェットでもちょっとこうニットに近い感じでね色もねちょっとパキッとした明るい赤とか合わせると色が、メリハリが出るので、まあ、そこを使ってみました。でジャケットとインナーのスウェットと、これだけだと、ちょっと濃い色だけなので、ここにねちょっと薄色というか軽色の違う白を刺したコーデになります。ビデールと違ってトランスポートの方はね短丈なので結構ショートブルゾン的な使い方ができるのと丈が短くてボックスシルエットなのでこういった感じのワイドパンツがね非常にこう出る面積が多くなってそのねシルエットを活かしてみました。個人的にはよくするコーディネートの系統かなとは思います。はい、というわけでこちらがトランスポート1コーデ目になります。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here トランスポート2コーデ目はですねインナーが先日ねご紹介したユニクロ U のギンガムチェックのシャツになりますね。そしてパンツの方も同じコレクションで購入したコーデュロイタックワイドパンツを合わせていてちょっとね色的にぼんやりするので靴の方で引き締めたかったのでオールデンのプレントゥを合わせています。そして帽子はいつものマイティシャインのベレー帽を合わせてみました。黒にセージのこのグリーンというね合わせで全体的にねダークトーンで統一感を出したかったんですけどもやっぱりインナーが無地すぎるとちょっと単調なのでダークトーンにはしたいけど単調にはしたくないということでこの間ね購入したユニクロ U のギンガムチェックあるなと思ってこんな感じで合わせてみました。シャツをね出してタックアウトしてもいいんですけどタックアウトするとこのボックスシルエットに対してシルエット全体がね寸胴なね、メリハリのないシルエットになってしまうのでちょっとタックインをしてこのウエストポイントを作ってね、メリハリを出す感じにして、コーディネートを作っています。もしねこういう全体的に緩いコーディネートをするという方はですね、こうタックインして、ウエストポイントを作ってみるだけでだいぶ変わると思いますので試してやってみてください。はい、というわけでこちらが、トランスポートの2コーデ目になります。
わけで、トランスポートのコーディネート3つ目、これがラストになりますね。インナーにですね、シュガーケーンのネルチェックのワークシャツを着ています。はい、そしてパンツの方がですね、ユニバーサルオーバーオールのこちら、ワークチノを合わせていまして、靴の方がですね、パラブーツのシャンボードを合わせてボリュームを出しています。で、帽子の方がですね、ウールのマイティシャインのベレー帽。色がこのね、ジャケットのセージに合わせて、ちょっとオリーブというかブラウンのウールの季節感の出るね、素材にしています。そしてメガネの方はジュリアスタートオプティカルでワンポイントをつけています。赤とね、セージとかって相性がいいので、こちらもね、今度はシャツで合わせてみました。着るものの色が重くなってくる秋冬こそですね、ボトムスちょっと明るめにしたいなと思って、白を合わせてみます。シャツとのバランスもトランスポートは良くてですね、後ろから見ても差し色的にね、こう覗かせることができたりですとか、まあ、前から見ても出過ぎない感じの丈の長さになっているので、シャツをねタックインしなくてもこういいポイントになってくるのかなと思います。オーソドックスなチェックシャツもこう上にねバブアを合わせるだけで、カジュアルすぎず綺麗すぎずな、絶妙なねバランスのコーディネートになるかなと思いますので、こういう配色が好きな方いらっしゃいましたらね、ぜひ試してみてください。はい、コーディネートの方いかがでしたでしょうか。なるべくねトランスポートとビレール、違う感じになるようにコーデを組んでみたつもりなんですけども、バブアのコーディネートをしようと思った時にですね、ちょっと似たようなコーディネートに、ね、なりがちなんですよね。まあ、今回はね自分の中でも意識して変えてみようかなと思ってコーディネートを組んでみました。まあ、バブアをね購入して持っている方とか、これからバブアを購入しようかどうか迷っている方にですね、着回しのね何か参考になれてれば嬉しいです。これからですね、ちょっと寒い時期になると思うんですけども、意外とですね、このバブアのジャケットは、中綿などのね、防寒着に行くまでの間、インナーのね、調整でかなりいろんな着方ができるし、温度調整もしやすいアイテムかなと思いますので、まあ、そんなね、着こなしをする上で、今日の動画が何か参考になれてたら嬉しいです。はい、というわけで、今日の動画いかがでしたでしょうか。今日の動画、もしいいと感じた方はですね、高評価ボタンとチャンネル登録、まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。